拉致問題について首脳同士が2回も話をしたことは大きいと述べ今回の会談で議題になったことを評価しましたその上であらゆるチャンスを逃すことなく果敢に行動していくと述べ安倍総理大臣と金正恩委員長の直接対話に改めて意欲を表明しました